シャチホコガカはヤガジョウカに属するンシ目のトガの一つ。本家は原生ヤガジョウカの中で最初に分岐した系統群だと考えられている。本家の海分類に関しては複数の体系が提唱されており、一致を見ていないが、本家内の分子系統分析を行った小林の中によれば、アフリカに分布するものを除き、本家は以下の十二赤に分けられる。 オーストラリアに分布する南シャチホコガカイナサンドロデーはかつて本家に含まれていたが現在では本家と最も近縁だが独立したトガとして扱われる世界から3800種日本からは123種が知られる成虫は褐色などの地味な色を基調とした複雑な色彩の羽を持つものが多く中には隠蔽擬体で有名なフィリラ属や紫シャチホコ ユーロピア・マティキュロジーナなども知られる。また、ゴゾリナ族、セルラ族、モンキシロシャチホコルーコダンタ・ビカロリアなどの白を基調とした羽を持つ種や、ピンク色と黄色の羽を持つハイパーパックス・オーロラといったものも含まれる。主に中南米に分布し、旧大陸には分布しないマダラシャチホコアカには、中高性で色鮮やかな羽を持つ種が含まれる。この色彩は警戒色であり、 基地の例では、幼虫が時計相続の有毒植物を植草とすることから、特徴赤や一人がかなどに属する、その他の臨死目とミューラー型擬体感を形成すると考えられている。幼虫の形態は多様で、死亡が発達する、いわゆる毛虫型と死亡が目立たない芋虫型の両方が見られる。本家の一部には元来歩行用の器官であるお足が機能性を失い、 体の移動に関与しない構造に変化するものもいる。例えばセルラ属やファーキュラ属では機能性を失ったお足が著しく伸長し、先端から紐状物を突出させる機能を有する。ストロプス属やクネソドンタ属の幼虫は、お足が梱棒状に変形する以外にも、第七、八、九複節が肥大化し、中、後ろ足が細長く伸長するなどの得意な形態を、 提出するシャチホコガストロプスフォギー幼虫本家の幼虫は、基本的に、木と植物の葉を得さとし、双本植物を食草とする種は少ない。シャチホコガストロプスフォギーをはじめとする本家の一部の幼虫は、得意な形態を有し、さらに生死時には頭部を背側に反らせる、特徴的な姿勢をとることが知られる。シャチの名はこれらの特徴に由来するとされる。 また、威嚇の姿勢が雲への擬態となり、捕食者に対する防御として機能するという説もある。松の行列ケムシが止めたピアピチアコンパ幼虫の集団ギリシャ幼虫が樹木の葉を食害するため害虫として扱われる種もある。日本では大発生して、ウナ林を大規模に食害するウナ青シャチホコシンタイスティスプンクトゥテラが森林害虫として、 特に有名で、大発生の原因となる、様々な要因や、発生の周期性に関する研究がよくなされている。行列社地コア赤の松の行列毛虫が止めたピア、ピチアコンパは、新幼樹の大害虫として有名であり、アンリファーブルも幼虫の生態を研究したことが知られる。本種は、松族、ヒマラヤスギ族、ヨーロッパカラマツなどを食害し、 地中海周辺地域に広く分布するが、地球温暖化に近する、さらなる分布の拡大も危惧されている。和名及び、英名のプロセッショナリーが示す通り、本種は、幼虫が集団で一列に並んで移動する生態で、有名であり、この、行列は、同票フェロモンによって形成されることが知られている。また、三例以降の幼虫が有毒の死亡を有することも、 本種の有名さに寄与している。ありがとうございます。